J3 2シーズン目。さあ青木がここは突破、加藤が欲しがりますが逆のサイドを使います。田中、後ろから三つ名を来てますが加藤に渡す、シンプルに入れた、高澤ヘッド決まった。 J リーグ初ゴールとなりました。高澤連戦となりました。このリーグ戦でついにゴール。加藤から最後はマッチアップ、大里、吉田麻也からジャスティン、足元をつけてスルーにします。吉田麻也さん来る、吉田麻也さんクロス、速いボールだー。群馬3点目、また叩く高澤だ。今日2点目、2試合連続2ゴール。大卒ルーキーコンビ吉田麻也も今日2アシスト目です。スペースがあります。先制ゴールの青木翔太、吉田正也、折り返す、ジャスティン、高澤、群馬が追加点。試合を決定づける2点目が入りました。群馬いいボールが入ってきました。ファーサイド、ゴール目。後半で得点があったのはここまで9試合、後半得点を取りますと6勝2分け1敗ですが、さあヘディング、高澤が合わせました。ついに3回目のチャンス、頭でものにした高澤、これでチームトップ7ゴール目。今のシーンです。やはり注目に挙げています吉田正也からのクロスボール、高澤点で合わせました。岩手の米原も競り合っていったんですが高さが勝った。一旦戻す、そして左サイド、三つ名が待っている、宮城流して田中を使う、ハザードヘディングシュート決まった。高澤のゴールで再びリードを奪う。リプレイでご覧いただきます。深い位置、ここからファーで待っている高澤へ、あのいいボールが前には青木もいる、青木がスペース走っていく、そして高澤もいる、一旦戻してジャスティン、ボックス内では3人の選手、ヘディング、どうか、決まった、先制ゴール群馬。右サイドから見事な高澤のヘディングゴール。青木、そしてジャスティンからのボール、低いボールを見事に頭で合わせていきました高澤です。から三つ田がクロス、高いボール、ヘディング、田村が入っていきましたがボールは当たりません。さあ中、パワープレーだ、チェビが決まった、ゴール、ゴール決まりました。決めたのはエース高澤、劇的な逆転だ。前線へのフィード、足元、これが収まってシュートを狙う、決まった、高澤のシュート決まりました。前線へのフィード、ちょっと注意を受けたんでしょうか。向こう側です。加藤、このスペースにボールが通りますがマイナスのクロスが上がってきた、高澤のシュート、群馬2点目。スローインからのプレーでした。どちらかというと後半耐えていた群馬だったんですが、加藤、青木、高澤、あ、最後吉田でした。吉田からの高澤でした。そして後藤です。縦に入れて加藤、加藤は外を使います。左サイドからのクロス、岡田飛び込んで高澤のヘディングシュートが決まりました。群馬先制です。